私は歩み、会社で働いていた時に出会った夫の俊幸と結婚して5年目になります。交際の時に夫の両親に会ったことがあり、その時はとても優しそうな雰囲気で私も安心しました。そして結婚後、義実家での同居を頼まれ、義両親の人柄の良さを信用して、私は義実家での同居を決意。しかし、同居をした初日から義両親の本性を知ることとなりました。私は結婚後も仕事を続けていたのですが、まず最初に仕事を否定されました。嫁として来たなら、お前の仕事は家を守ることだろ。すぐに仕事なんてやめてこい。これは義父に言われた言葉です。それに義母も黙ってうなずきましたが、私はそれを拒否しました。仕事先はとてもいいところで、私にとっては一つの居場所でもあったのです。それに仕事を辞めると、私の収入が減ってしまいます。夫一人の収入で生活が成り立つとは思えませんでした。拒否をすると、義父は顔を真っ赤にして私の胸ぐらをつかみ、反抗するなんてなんて嫁だ。俺たちの言うことが聞けないのか?と、唾を吐いてきました。私は義父がいい人だと思っていたので、その時の私はかなりのショックを受け、恐怖で何も言うことができませんでした。もちろん、義母が止めてくれることもありません。その後帰ってきた夫に会ったことを話すと、夫が義両親を説得してくれて、なんとか仕事を続けることができました。しかし、その後も義両親は私に何かと命令をしてくることが多く、仕事から帰ってくれば、今すぐご飯の支度をしろということはもちろん、お茶を飲みたいから持ってこいと言ったり、このゴミを捨てろと言ってきたり、自分でできるような些細なことでも、義両親は私を呼び、命令してきます。しかし、私は義実家を出るという選択をすぐにすることができませんでした。その理由は夫でした。夫はいい人ではあるのですが、どれだけ義両親のことを言っても、歩みを思って言ってくれてるんだと思うよ。きっと歩みにいい奥さんになってほしいんだよ。と、全く取り合ってくれません。手を挙げられるようなことはなくとも、正直私の体は日に日に参っていました。そんなある日、私の気持ちを大きく変える出来事がありました。これ、母さんに渡してもいいかな?そう言って、夫が私に見せたものは、私たち二人のための貯金をしている銀行口座のカード。カードにはクレジット機能がついていて、それを義母に使わせてあげたいというのです。いや、ダメでしょう。引き落とし先、うちらの口座からなんだよ。私は夫からカードを取り上げようとしましたが、夫はそれを避けると自分のポケットに入れました。俺たち、親に金渡してないじゃん。こうやって返すのもありだろう。夫はそう言いますが、お金を渡していないわけがありません。実は、義両親から固く口止めをされているのですが、お金は私の給与から10万円渡しています。もともと私は会社で役職をもらっているので、給与は夫の倍以上ありました。だから義両親にお金を渡すことは、そこまで困ることもありませんが、納得はしていませんでした。義両親がお金について口止めしている理由は、自分たちがいい親だと夫にアピールしたいから。じゃないと私と一緒に出て行ってしまう。そう思っているのでしょう。それは、義両親の言動や行動を見ていれば必然的にわかりました。夫に言いたい。今すぐ声を大にしてお金は渡していると言いたい。そう思いますが、最初の義父の行動に恐怖を感じていた私は何も言えませんでした。夫は私が黙ったので了承したと思ったのか、そのまま義母にカードを持って行ってしまいました。私もそれについていき、様子を見ていたのですが、夫がカードを渡すと、最初は断っていたものの、表情は緩んでいます。私はその様子に不安になりました。それからしばらくして、私の不安は当たりました。クレジットカードの明細が来たので、確認をしてみると、案の定、かなりお金を使っていました。
貯金はそこそこあったので払えたのですが、このようなことが毎月あると、貯金してもたまるものもたまりません。私はカード明細を持って義母のもとへ行き、目の前に広げておきました。何？義母はちらっと明細を確認した後、私の方を睨んできました。最初こそこの目に怯えたものの、5年経った今では免疫がついたのか、そこまで怖くはありません。お母さん、さすがにこれは使いすぎです。私がそう言うと、義母は目の前にある明細書をつかみ、ぐしゃっと丸め、私に投げつけてきました。と、周期を見習ったらどうなの？あの子は私たちに好きに使っていいと言ったのよ。私は投げられた明細を拾い、再度広げて、義母に見せつけるように前に出します。でもこれは使いすぎです。20万円も何に使ったんですか？そう聞くと、義母は少し考えるような素振りを見せ、鼻で笑って何も言いません。しばらく沈黙の時間が流れ、私も様子を見ていましたが、義母はだんまりを決め込むどころか、無視をしてテレビを見始めてしまいました。私はその姿に呆れてしまい、もう何も言う気力がなくなったので、そのまま夕飯の準備をすることにしました。しばらくすると、家を出ていた義父が戻り、何やら義母と話をしています。おそらく私のことを言っているのでしょう。義父からの視線を感じましたが、私は知らないふりをして準備し続けていました。すると急に義母が、家政婦さん、お腹すいたわ。ご飯まだなの？と、明らかに私に向けた言葉を発してきました。家政婦という言葉に私の動きが止まります。ゆっくり義母の方を見ると、義両親2人がニヤニヤして私に視線を向けていました。もう少しです。私は嫌な気持ちになりながらも、台所に向き直り、夕飯の準備を再開させます。まったくとろいわね。義母は大きなため息をつき、私に聞こえるような声で言ってきました。しかし私はそれにも反応せずに、夕飯の準備を続けました。それからも、義両親は私が夕飯の準備をしていることを知っているにもかかわらず、お茶をよこせと言ったり、おつまみを持ってこいと言ったり、ご飯を早くしろと言っているにもかかわらず、邪魔をしてきます。ただいま。しまいには夫も帰ってきてしまいました。私は心底疲れてしまい、返す言葉もすぐに出てきません。精神的にも体力的にももう限界だったのです。まだご飯できてないの？リビングにスーツのまま入ってきた夫が一言驚いた声で言います。その言葉は今まで我慢していたものを溢れさせるには十分の言葉でした。ほんと、あゆみさんはマイペースなのね。可愛い時もあるけど、毎回これでは困るわね。本当だな。悪気がない夫の言葉に乗っかるよう、義両親も私を馬鹿にして笑います。お腹空いたんだけど。夫はそんな義両親の言葉を気にせず、ダイニングテーブルに座りました。私はその行動を見た瞬間に、夫に今まで感じていた思いが、すっと冷めていくことを感じ、感じていた悲しみなどが一瞬にして消えました。そのまま持っていた包丁をまな板の上に置き、私はエプロンを外して夫の前に置きます。夫は訳がわからないようで、エプロンを見た後に私に丸い目を向けました。もうやめた。その言葉に夫も義両親も訳がわからないようで、私をじっと見ています。何を言ってるの？あ、ご飯を作ることやめたの？もう、冗談じゃない。冗談が通じないと会社でも可愛がられないでしょ？私が無表情でいることに気づいていないのか、義母はまた笑って私を馬鹿にしてきます。義実家と絶縁します。一生ここには来ません。私はダイニングテーブルを思いっきり叩き、夫や義両親を睨みながら言いました。夫は今まで
私のこのような姿を見たことがなかったので、驚いている顔をしたまま何も言いません。義両親もまさかの言葉に口は笑ったままですが、目は驚いていました。私が言ってから、義両親二人は声を合わせて私に確認をしてきます。私はそんな義両親と夫の間抜けな面を見つつ、そのまま何も言わずに寝室へ行き、貴重品のみ持ち、義実家を飛び出しました。すぐに車に乗り、その足で実家へ向かいます。運転中何度か電話がかかってきたのですが、私はそれも完全に無視を決め、2時間かけて実家へ帰りました。実家に着くと時間も遅かったため、両親は寝るところだったのですが、急に帰ってきた私に、すぐ何かがあったのだと察知してくれました。私は心配そうな表情を浮かべる両親に、すべて話をしました。初めて義両親から受けた言葉や、私を家政婦かのように扱うこと、貯金に関することや、義実家を出る前にやられたことなど、父はかなりそのことに怒り、母はすぐに離婚をしなさいと言ってくれました。ただ、私は両親に話したことで少し冷静になったのか、離婚に踏み切ることはすぐに決められませんでした。もう一度夫と話をして、義実家を出る選択をすることも一つだと思ったからです。その日はとりあえず泊まることとなり、私は久しぶりに自分の部屋で静かに眠ることができました。翌日、仕事が休みだったこともあり、私は何年ぶりかの熟睡できた感じがしました。寝起きで携帯の電源を入れると、夫から凄まじい数のメッセージが来ています。最初は、帰ってきてほしい、や、俺たちが悪かった、など反省のものでしたが、最後の方には、私に対する不満や、私の行動をすべて否定するようなものばかり。それを見て、私は非常に残念な気持ちになりました。私が 100% 悪くないというわけではないことは分かっています。しかし、今回のことに関しては、私が謝る理由はないと思っていました。だからこそ夫には、もっと味方でいてほしかった、と思っていたのですが、その気持ちもすべて無駄だったようです。メッセージを見て、夫の行動次第では、義実家に戻ることも考えていましたが、こうなってしまった以上は、その選択肢はなくなりました。そして、私の中でもう夫への気持ちも、すべてなくなったことを感じました。私は携帯の画面を閉じ、そのまま両親がいるリビングへ降りていき、両親と顔を合わせて早々、離婚をすると告げました。昨日私が離婚に対して渋っていたことを知っていた両親は、最初こそ驚いていたものの、すぐに理解をしてくれて、離婚後は帰ってくればいい、とも言ってくれました。私はその後、夫に離婚をしてほしいとメッセージを送りました。すると、すぐに電話がかかってきて、とりあえず話をしようということになり、昼ごろ、夫と義両親が訪ねてきました。父は義両親を見て、今にも飛びかかりそうな勢いでしたが、母がそれを抑え、私も両親に4人で話をするからと伝え、客前へ移動しました。離婚ってどういうことだよ。そうよ、あゆみさん。ちゃんと説明をしてちょうだい。夫と義両親は客間に入るなり、私に怖い顔を向け、聞いてきました。しかし、私はそれに対して何か返すでもなく、その場に座りました。その様子に、夫と義両親は顔を見合わせ、同じように座ります。あゆみ、何をそんなに怒ってるんだよ。無言を貫く私の様子に、さすがに怒っていた夫も困った表情になっています。今まで私はあなたに何度もあなたの親について話していたつもりです。助けてほしいともお願いをしていました。なのにあなたは無視をしたのよ。私が冷ややかな声で言うと、夫はさらに困った様子で義両親を見ています。私たちが何をしたというの？義母は私は知らない。という顔をしながら私に聞いてきました。何もしていないと言うんですか？私がそう問うと、義両親はふっと鼻で笑って、言えるもんなら言ってみろという顔をしています。じゃあ、これ。私は3人の前に、
昨日義母に渡した明細書を置きました。あなたがお母さんに渡したカードの引き落とし金額24万円?これにはさすがの夫も驚きを見せています。明細書には少しずつ使用したような記載はなく、1回で24万円使用したことが書かれています。これ、何に使ったんですか?私が再度義母に問うと、義母は笑って、あなたたちが好きに使っていいって言うから、ブランドのカバンを買ったのよ。でも母さん、24万円は。なんで?あなたがいいって言ったんでしょ?そうだけど。夫は義母の言葉にぐうの音も出ないようです。私はさらに続けました。これは言わないよう口止めされていたけど、今はもう関係ないから言わせていただきます。あなたはこの人たちにお金を渡していないからこのカードを渡したかったみたいだけど、私の給与から毎月10万円渡してるからね。そう言うと夫はまたしても驚いた表情を見せました。嘘よ、あなたそんな嘘までついて私たちを悪者にしたいの？義母はどこにそんな証拠があるのかというので、私は別の通帳を出しました。そこには私が義母へ毎月お金を振り込んでいる証拠が記載されています。これいつか使えると思って作った通帳です。毎月給与から10万下ろして、この通帳にお金を入れてからお母さんの通帳に送っていました。私は通帳に記載されている振込相手の部分をトントンと指で示します。そこにはしっかり義母の名前がありました。義母はどうやら私が毎月義母の通帳へ振り込んでいたということを忘れていたようです。おい、これはどういうことだよ。夫が大声を上げ義母を見ます。義母は居心地が悪そうな顔を見せうつむきました。じゃあ次はこれです。そう言って私は携帯を取り出します。そして再生ボタンを押しました。本当に使えないよ、嫁。稼ぎ以外何にも取り柄がないのね。仕事を早く辞めてうちの家政婦になればいいんだ、などなど義両親の言葉が携帯から流れてきました。もっとひどい言葉も聞こえてきます。お前いつの間にこんな。義父が顔を真っ赤にさせ立ち上がります。私は再生し終わった携帯を回収し義父をにらみつけました。今日は怖くない。父もすぐそこにいるし、夫も目の前にいます。世間体を気にしている義父は決して義母以外がいる前で私に手を挙げることはありません。いつかこれも使おうと思って常にあなた方といるときは録音していました。どういうことだよ、これ。夫はまさかのことに驚きとショックを隠せないようで、どんどん顔色も真っ青になっていきます。あなたが少しでも私の味方をしてくれるなら一緒にいたいと思っていた。だけどあなたは昨日、私が悪い、性格を直せ、義両親の言うことを聞くのは嫁の役割だって送ってきたよね。それはもうどうでもよくなったんです、あなたたちのことが。私はそう言うと立ち上がり、客間のドアを開けました。ドアを開けた先には父がすでに待機していたのか仁王立ち、義両親を強く睨んでいます。父はもともと体育会系の体格をしているので、正直迫力があります。さすがにこの様子で三人はそれ以上私に何か言うこともできず、おとなしく帰ってくれました。その後、夫から離婚は嫌だと言われ続け、話が進まなかったので弁護士にお願いすることに。その際に、今後一切の連絡は直接私にはしないこと、何かある際には弁護士をすべて通すということを伝え、時間はかかったものの無事離婚が成立しました。離婚時に財産分与の話になり、二人のものといえば貯金していたお金だけで他には何もないので、そちらも揉めることはありませんでした。離婚後には私も義実家から解放された嬉しさと、実家へ帰ることができた安心感から、精神的な部分も体調的な部分も落ち着き始めています。仕事も
多少通勤に時間がかかるものの、全く苦はありません。それから数ヶ月して、一度だけ夫から連絡がありました。もしもし？あゆみ、助けてくれないか？電話に出ると、夫はとても慌てた様子です。何が？母さんたち、借金しててさ、とてもじゃないけど返せないんだよ。ああ、知ってるよ。え？実はこれも私は知っていました。義両親はもともと金遣いが荒い方なので、私が毎月渡していた10万円は、その借金の返済に充てていたのです。それがなくなった今、義両親が返せるわけもありません。しかも、夫の給与もたかが知れているので、生活費を含めると厳しいでしょう。一応義父が働いているものの、もう定年を迎えていることもあり、義父の給与も少ないことは知っています。私は離婚時にここまで散々済みでした。まあ、せいぜい頑張って。私はそれだけ言うと電話を切り、そのまま着信拒否。その後、夫と共通の友人から話を聞いたのですが、どうやら義両親と夫は返済ができず、借金の総額も大きすぎたことから、もう自己破産しか残されていなかったそうです。結局、家も車も手放したとか。しかも自己破産前に、義両親は夫の会社にお金を貸せと連絡を入れたらしく、それが知れ渡ってしまった夫も、会社に居づらくなり、自主退職。今では、どこで何をしているのか、誰も知らないとのことでした。今私には交際相手はいませんが、仕事に打ち込める環境や、自分のやりたいようにできているこの生活が幸せです。